この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。日経平均今263円高なんですけれども、5番も強いですね。はい、そうですね、為替の方が115円ですか、乗せておりますので、こちらの円安に引っ張られた動きとなってます。このところですね、ずっと日経平均株価もみ合いが続いて、上値は重いですけども底堅い動きが続いてきて、直近ここ今月に入ってから若干ですけれども緩やかながら上昇するような動きになってまいりましたので、そこでですね、円安が株価を一段と押し上げたという形に今日はなっているような感じですね。はい、はい、では今日のお話、まずは予定からでしょうか。はい、そうですね。はい、それじゃあ予定の方をちょっと見ていただきましょう。来週の予定なんですけれども、来週はそうですね、機械受注統計とかもありますが、こちらの方ですね、中国の工業生産小売売上高、こちらの方はどちらも改善予定、6% から 6.2% の予想、前回 10.4% から 10.7% の予想ということです。それからアメリカの FOMC、 注目されるのが FOMC でございまして、これが結果発表が15日の水曜日になります。日本時間水曜日の夜ですね、ということになりまして、こちらの方で追加利上げが行われるのが今大方の予想になっております。今後追加利上げですね、加速するかどうか、そのコメントなんかを見ながらこう判断して相場にまた影響を与えるという形になります。あと日銀の金融政策決定会合もございます。15から16というところですね。それからユーロ圏のオランダ総選挙というところで、オランダ総選挙、極右勢力の拡大観測はちょっと縮小しているようですけれども、こちらも引き続き注目されるというところでございます。といったところで、あとはですね、そうですね、アメリカの景気指標、ADP の雇用リポートが2日前に発表されましたのが、前月比 29.8 万人増ですね、非農業部門の雇用者数、これが 26.1 万人の前回から3.7 万人増えたというところで、そういったところ経済指標かなり強い、アメリカの経済指標ですね、引き続き強い数字が出ているということでございます。それからニューヨークダウ工業株30種平均ですね、こちらの方のここで窓開けしたんですけど、ここをちょっと完全に埋めたような形になって、さて今晩からの動きが注目されるというところですね。ナスダック総合指数も高値圏で持ち合いという形になっております。円ドル相場の方、今日はこの矢印あたり110を超えて115円乗せてますね。このあたりまで進んでます。このあたりちょっと往来相場的な動きになってたんですけれども、相場的な動きになったんですけど、ここをちょっと円安方向にちょっと動き出したという状況です。いろいろそのトランプ大統領 その日本の通商為替政策というか通商政策ですね、などに対する批判などもありまして、なかなかここから円安には進まない、かもしれません。ただ基本的に115円を超えての円安というのには、長期の動きからして好感されるかと思います。日経平均株価はこういった形、25日線緩やかに2月後半から下旬からじりじり上昇してました。直近上昇基調で下値切り上げてきているという形になりまして、いろいろその懸念要因あります。為替動向でありますとか、それからアメリカの政策でありますとかですね、そういったのはありますけども、基本的に何もなければという言い方は変ですけども、この持ち合いを緩やかにこう上離れたがっているような動きに株価はなってきてまして、例えば先週からですね、ずっとその今日の今晩 その雇用統計でありますとか、来週の FOMC でありますとか、そういうのを控えて、どちらかというと下落方向へのヘッジのポジションが非常に積み上がっているところもあるかとは思いますので、逆に材料を通過すると上へ触れていくというふうな動きになる可能性は結構あるんじゃないかと思います。週足で見ますと13週線下支えという形でしょうか。それから気になるのが原油相場の動きでございまして、OPEC のですね、
なんて言いますか、減産へのルールがですね、ルールと言いますか、ルール決めたんですけれども、それがまあなかなかまだまだ守られていないところがあるとか、それからまあ原油価格が上昇していますので、アメリカのシェールオイルのですね、増産し始めているんじゃないかということで、アメリカの原油在庫が増えているということもありまして、直近ちょっと急落しています。50ドル割ってまいりました。まあこういったところがまあ今日のですね、一部の物色、例えば資源関係、エネルギー関係、それから素材関係も最近銅価格もちょっと難聴になってますので、まあ、この原油価格安がその銅価格とかにもこう波及するかどうか、それがまあその経済の体温計でありますその銅価格とかですね、そういった素材価格の方が引き続き難聴なのかどうかで非常にちょっと株価にも影響を与えるので、注視したいと思います。業種別の株価指数はご覧の通りでございますね、というところです。引き続き、まあ、ちょっと素材関係とかエネルギー関係ちょっと下がってますけども、引き続き、外需系中心に堅調というところですね、はい。これがジャスダック、それからマザーズ指数の動きでございまして、ずっと連投してきているというところです、はい、というところです。でそれではちょっと銘柄の方いってみましょうか。これは、個人投資家と海外投資家の売買動向です、はい。中村さん、はい、最近の動向なんですけれどもどうでしょうか。ジャスダック平均20連投というなかなか見ない動きになっているんですけれども、ね、新興市場の堅調展開まだ続きそうでしょうか。そうですね、今日はですね、銘柄ちょっといろいろピックアップした後でしてるんですけれども、はい、若干ちょっとこの中心となっている銘柄とか話題となっている銘柄ちょっと少なくなってきたなと、地味に銘柄自体が地味って言ったら悪いんですけどなってきたなという感じいたします。それにつれて、まあ、今日の円安で、まあ、主力市場がちょっと動いているってこともあって、まあ、ジャスダック平均こう昼からちょっとマイナスになる面もあったんですけども、ちょっと変化は出てきているのかなと、去年の安値からのですね、先ほどグラフ見ていただきましたけども、ちょっと追いついてきて、ジャスダック平均がそのパフォーマンスが一部市場を抜いてきたということもあってですね、はい、ちょっと一服する局面が近づいてきたような気もいたします。あ、そうですか、はい、それでは個別の銘柄ご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、それでは個別の銘柄の方行ってみましょう。個別銘柄の方はですね、昨年来高値更新、もしくは出来高急増銘柄というところで、ピックアップしてみました。こうですね、というところで、今週出来高が急増した銘柄とか高値を越した銘柄からピックアップで、夢新ホールディングス、これは建設現場の施工管理で大手ゼネコンに技術者派遣している会社ですが、IT 分野での進出を加速してまして、なんかビットコインの取引所なんかも運営しているらしいですね。それからエスプール、こちら物流のアウトソーシング、そしてコールセンターなどに人材派遣ということで、障害者雇用のための農園とかもやっている会社です。面白いですね。それからアドウェイズ、こちらの方はアフィリエイト広告で成果報酬型の広告で国内トップでございまして、こちら国内とか中国越境の電子商取引、の販売分析なんかもやってます。それからユナイテッドという会社、これですね、4つ目のところですね、ユナイテッド、これはスマホ向けの広告配信、そして加えてベンチャー投資なんかも、ベンチャー企業への投資なんかもやっている会社です。 ACK グループ、こちらの建設コンサルタントの上位で観光庁からの受注が多いということですね。からファンデリーは、こちら健康食の宅配、それからということで、こちらの新規受注が結構好調なだそうです。それからこちら内外テック、半導体製造装置部品の商社ということで、 3D ナンド開発向けなんかの部品が伸びているということですね。 IT ブック、こちら観光庁向け主体の IT コンサルタティングです。それから技術者の人材派遣も行っているということですね。アイルは中小企業向けの販売、システム開発ですね、販売とか在庫管理のシステム開発を行っている会社。それから日本コード紙は、こちら電気絶縁用のセパレーターの専業の大手でございまして、アルミ電解コンデンサーなんかも作ってます。のシェア、世界シェア6割ということですね、大幅増益というところです。この夢新ホールディングスの配当利回りも高いですね。配当利回り高いところもちょっと注目したいと思います。
こちら UMC ホールディングス9月決算ですけれども、あとラクスですね、こちら、ラクスはクラウド並びに IT、クラウドとサービスとあとは IT の人材派遣を行っている会社です。それからインフォコム、こちらの方は低人系のシステム開発、電子書籍とか病院向けに強いということですね。トリケミカル研究所は半導体用化学薬品メーカーで、国内とか台湾メーカー向けが中心です。レントラックスは成果報酬型、先ほどのアフィリエイト広告サービスですね。それからカードローンとか自動車買取業者向けが中心ということです。鎌倉新書、昨日決算説明会がありましたけども、葬儀関連サイト運営でネット経由で葬儀業者とかお墓仏壇とかの業者を案内するという会社です。ホープ、こちら自治体の広告枠を買い取って販売する会社でございます。中小規模自治体の広告枠を販売してですね、プラットフォームを立ち上げるなど行政支援を行う会社ですね。クレステックは製品の取扱説明書などを制作したり印刷したりする会社です。海外比率が 70% で、為替、やっぱり円安がメリットで円高はデメリットですね。スマートバリュー、自治体向けのクラウドなど IT サービスと携帯販売代理店の運営というところでございまして、今日は18銘柄ですか、紹介させていただきました。といったところで、新興市場ですね、ちょっと戻りますが、はい、かなりずっとジャスダック市場も続伸してまいりまして、窓指数も、ここのところ高安ですけども、かなりその上昇基調続いてまいりまして、ちょっと変化の兆しが出てきてるんじゃないかと思います。若干ちょっと一部市場とかのシフトが起こってもいいタイミングかなという感じもいたしますので、ご注意くださいというところで、今日は締めさせていただきたいと思います。本日は以上でございます。高村さん、よろしくお願いいたします。はい、浅井さん、ありがとうございました。